ダグ・ハーベイ・ダグ・ハーベイはメジャーリーグベースボールの元審判員。米国カリフォルニア州サウスゲート生まれ。1960年から1980年代を中心に31年間メジャーリーグ審判を務めた。2009年にアメリカ野球殿堂入りの審判員に選出された。ハーベイは16歳で地元高校のバスケットボールの審判を始め、後に 野球やソフトボールの審判もするようになっていた。1955年から2年間、サンディエゴ州立大学に通い、野球やフットボールのプレイヤーと並行してマイナーリーグ審判員も行っていた。1958年から3年間のカリフォルニアリーグでの経歴の後、1961年にパシフィックコーストリーグに昇格。 よ九1962年にメジャーリーグに昇格した。メジャーリーグ昇格の際、後に殿堂入りとなるあるバーリックやジョッコ、コンラン、シャグクルフォードらのアドバイスは、ハーベイに大きな影響を与えた。バーリックはルールの理解を促し、コンランは審判職に楽しみを生み出すことを助け、クローフォードからは審判職の哲学を教わったそうである。ちなみに彼は、 審判学校に通うことなく、メジャーリーグの審判員になった最後の審判である。30代ですでにハーベイは、髪の毛のほとんどが銀髪で、シルバーというニックネームがつくほど、特徴的な面持ちだったのだが、1971年シーズンには、カイゼルヒゲまで蓄えて登場したことがある。現役当時は、多くの選手の尊敬を集めていたそうだが、ハーベイ自身は、審判職について、 何年も人々は審判の仕事を郵便配達をやっているように見てきたと思うが、審判員とは必要悪なのさ。猛獣の気象と同じだと公言していた。ハーベイは65歳まで現役を続けるつもりだったそうだが、膝の故障のため1992年62歳で退職した。出場時愛数は引退当時歴代3位の記録だった。 現役時代から長く紙タバコを使っていたが、引退後の1997年に高校癌を発症し、それ以降は紙タバコの危険性を訴える活動をするようになった。21世紀になって2003年と2007年にアメリカ野球殿堂の殿堂入り選考の候補となったが、いずれの年もわずかに得票が足りず選出されなかった。 その後2009年12月の投票で電動入りが決定した。2018年1月13日、87歳で死去。メジャーリーグ在籍、1962年から1992年。ありがとうございます。